おはようございます。2024年9月の25日になりました。はい。デイリーコーランスの時間です。今日もよろしくお願いします。私は携帯電話を探していますが、あれだ。ありがとうございます。はい。大雄山つながりの家に戻ってきました、えー。最終便で戻ってきました。そうしたら、お風呂が入っていました。本当。えー ど <laughs> いてねってね、なべちゃんにお願いしたんだけどね、入れといてくれたのはよしこちゃんだったんだけどね、そなべちゃんがなぜかここにいるっていうのはぐ <laughs> ぐ、偶然だよね、偶然なんか、あな、の、べ、ー、ちゃんが買った本、買ったたんんでですすかか買っねなタイトルに聞かれたんですか はい,そういうあのどこ行っって買ったのなな何のもきっかけであの本を買ったんですかミュージションターンのローさんが紹介してくれて。買ったらユミ、えー、さんの本役だったそう。連絡したら、なんでよっていうこと。あんまり、あの、その本のことはね、紹介してないの。あの、ジュリア・バタフライ・ヒルっていう女の子がいてね、アメリカに。木の上に登って、 2年間降りてこなかったた子がいるるのの木を守るためにその大切な木を、まあ、あのそこを伐採されてしまうんだけどねルナっていう名前の木をねで守るためにで登木に登ったの私は絶対降りないって言ってでその登った彼女を支援するためにも市民がみんな集まって食料や水を運んだりもちろん排泄もしなきゃいけないから排泄を取り除いたりとかってその生活に。 必要なことがすごい広がって、ねえ、守り、守ろうと、何年か、2年間だよね。2>, 2年ぐらい続けたのよ。うん、全世界で有名になった、一本の木、なタイトルなんだっけえと覚えてないぐらいだからね。<laughs> 私る<う>んだけど、うん、ジュリア・バタフライヒルは覚えてるけど、まあ、すごい人がい,いてさ、それがもう、 アメリカあるいは全世界に広がったわけ、木を守ろうっていうことをその一人の女の子の行動がこう世界中に共感を呼んでみんなの意識を変えた本があるんですよ。一本の木が残したものかな。なんかそういうタイトルのそうだったね。うん、それ私まあ、訳したんだけど、あんまりあの高い本だし、なんていうかな一生懸命宣伝した覚えがないんですね。 うん、な,なんでか分かんないけど、まあ、私のテーマは「木を守ること」だったんだけどその本をたまたまなべちゃんがあの買って読んだらユミさんの役だったよっていうので連絡くれてすっごい久しぶりにねなべ、まあうん、ちゃんはあのずっと前にね私からコネプラワン、ツスリーを確かあれは豊橋で受けてくれたんじゃないそうですだよね、うん、豊橋で受けてくれて久しぶりに連絡取って。 で私、日本にたまたま、まあ、日本にいるかどうかもナベちゃん知らなかった知ってた、うん、知,って知ってはいた知らなかった。うん、まあ、ともかくそんな感じで連絡くれて、えー、今、どこにいのった関東を来るっていうか、じゃあ、泊まりにおいでよって言って、えー、と私がいないのにつながりの家の,はあの秘密の鍵なりかを教えて泊まりに来てもらったっていう、<laughs> そういう、そういう経緯です。えー、すごく嬉しいであん、ま。あんま変わってないね、あの時と。よかった。 うん、でも私もなんか驚いた目の前に「ユミさん本当に38だ」って言ってくれて嬉しかったです。<laughs> 本当に38だって本当じゃないんだけどね50度理解して38だって言ってるんだけどユミ <laughs> さん全然変わってないいや若返ってるって最初に言ったのそれを聞いた時とても嬉しかったです。 本物であることが満たされました。違うか。<laughs> <laughs> 違うか。そのニーズは違うか。<laughs> はい、さて、源さんはどこにいるんでしょうか。源さんも不思議なとこですね。不思議なこところだね。うん、ええー、福岡にはね、すごく、まあ、あ福岡は古い、まあ、ですよね。ええー、本当に。万葉集に出てくるようなところを。昨日知ったんですけども。<laughs> 大濠公園っていう大きな、ね、後ろ側の。 今もあるんだけども、もうすごく広い公園があって、えー、そこに、何池っていうのかな、ここ。ここわかんない。大堀池かな。あの池の名前はなんていうの <laughs> ともかく大きいな池が。いね、池っていうには湖みたいな感じに大きいよね。えー、その脇にあるうあの、ま、マンションだ、高級マンションですよね。えー そこにある <laughs>、えー、ケンタロ君くんとムメちゃんのお宅にお邪魔してます。はい。そこでコーヒー飲んだの。昨日なんかすごい不思議な感じ。そこにいたじゃん私って。ね。はい。えーえー、もう一個のあの喜びはですね。私は昨日新幹線で博多から小田原まで帰ることになってたのね。 でドット・メイバーと広島で会えなかったんですね。グローバル・サイレント・ミュニットを今、リードしている女性がいるんですけど、その方と私は、リタマリーと会うことになった平和賞地球会議で会ったんです。第1回ので平和賞地球会議で。第2回がカナダで、その時リタマリーだったんだけど、その,その第1回の時に、やっぱ衝撃的だった女性がドット・メイバーなんですね。ドットさんとお会いして、えー、すごいもう平和に、 彼女の人生を捧げてる女性、まあ、リタもそうなんだけど、そういう人と出会って、でその彼女がグローバル・サイレント・ミニットを、昔から続いてるんだけど、それをもう一回再燃させる、リ・イグナイトっていう言葉がいいかな、再燃させることをした人なんですね。2019年だそうですよ、ドットがそれやったの。オーストラリアにたまたま行った時に読んだ記事、本に、このグローバル・サイレント・ミニットのことが書いてあって、もう直感で、 これもう一回火つけなきゃ、もう一回燃やさなきゃっていうので、アメリカに持って行って始めた。そしてそれが今もう本当に伸びのように全世界に広がって、えー、イギリス天文時間って言うんですか、GMT ってありますよね、標準時間の、えー、午後9時、つまり日本の朝6時で合ってると思うんだけど、昨日調べて、日本の6時で合ってるよねって、そうそうっていうことになったんだけど、うん、9時に全世界で1分間、平和のお祈りをしている。 そもともとの話は第一次世界大戦なんだけど実際に生き残った兵士がそれやらなきゃって思い出したの,その友達からの伝言遺言だよね遺言を思い出したのは1940年だそうです、うん、話を聞きましたそれを2019年から、うん、ドットが引き継いで再入すい,いうかねそうなんですよ中で、ね、ちょっと鳥肌が立ったっていうのは まさにその亡くなった友達ね、エルサレムで亡くなるの、うん、戦場で,で。その前の日に言ったんだよね、僕はあのこういうビジョンを見たんだよって,って話すわけ、戦場で友達と。こういうビジョンっていうのは、この戦争って第一次世界大戦だよね。この戦争が終わった後こんなのと比べ物にならないぐらい大きな戦争が起こるんだ。世界中が戦争するんだよ。その時に僕はもういないんだ。でも君はいるんだ。 その時にその戦争を止めて平和を作るための何らかのことを、えー、君はやらなきゃいけないんだよ、そういうビジョンを見たんだよ、なんかやってくれて、その時はまだね、1分間平和の黙祷とかっていうのはできて,できてないんですよ。その言言というか、そのビジョンがあるんだって兵士が言って、友達がそれを聞いて、そっかって言った翌日に、その友達は、戦友は死んじゃうんですよ。弾に当たって死んじゃうね。それが第一次世界大戦 で第二次世界大戦にまたその兵士、その人がイギリスにいて、あ<の>イギリスに爆弾が一本落ちたときに、あこれだ、私あの友人が、戦友が言ってたのは、このことだって言って、彼は1分間の平和のために黙とうするっていうことを思いついて、英国議会と、それからもう1個、その時計台のトラスクっていうのがあるんですけどね、ビッグベントラストと、えー、BBC 放送、3カ所に入いに行くんですね。 こういういがあったんだっでやろうってなったのがグローバーサレンドミトで。また続きはお話しします。ということで私たちもそれに参加しながらで行く日やってます。えー、<頭>今日これから熊本行って今日の午後1時から熊本市民会館で私の,あのメンタルヘルスにするいやさセミナーありますので、<あ>もし来られる方、どうぞ。頭心臓の中がまっすぐです。手のひらが胸のあたり。 Well, I'd like to invite you to daily coherence. Just feel your head above your heart, above your belly, and put your hand to your chest area and close your eyes lightly if you will. Heart focus. Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. Heart呼吸. Heart breathing. シンゾーカライキオスリヨニー、ウダニュリユクリフカークコキュスマス。Breathe little slower and deeper than usual, as if you are breathing through your heart.Yoroshkereba, コビオディスコビオディアキマス。 Breathe in five seconds. Breathe out five seconds, if you will. Heart of feeling. Heart feeling. I'll appreciation あなたのハートを感謝で fill your heart with the feeling of appreciation ありがたいなと now you can make a big smile in your heart and on your face with the feeling of appreciation. ートが感謝で満たされたら全身に広げていきます。When you feel your heart is filled with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. その時、体の気になる場所があれば、そこに感謝を向けます。

And now you may radiate your energy of appreciation to all the people around you. Fill your house or room with your energy of appreciation. 家族と友人をハートに招待します。You may invite your family members and friends into your heart. 今、コヘランスに参加している一人一人に感謝を送ります。 Extend your energy of appreciation to each one participating in this daily coherence at the moment. Extend your energy of well being, peace of mind.

with the energy of appreciation well-being peace and compassion then extend that energy to the people of your town <and> city. あなたの国の人へ送りますあなたの大陸の人へ送ります地球のすべての人に

安心安全と希望のエネルギーでチキューを包みます。And now embrace our Mother Earth with all our energy of appreciation, well being, peace, compassion, safety, security, and hope。 Then extend that energy to all the living beings on this planet. And extend that energy to our sky and universe. And finally, bring that energy back to yourself. ハートフォーカス呼吸を続けます。deep heart focused breathing。私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで、お互いと地球、そこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったなぁと感じたら目を開けてください。 If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well being, peace, and compassion, please slowly open your eyes. では今からブレイクアウトルームを作らせていただきますげんさんこの後熊本の話をしてくださいねげん <laughs> さんはこの後熊本に移動して今日はセミナーがあります生げさんに会いたい方はぜひどちらに向かっていただければと思いますでブレイクアウトルームの時間行きたい方行ってください自己表現行ってもらうことそういうねつながり いいかない自由ですけども作る時間として満たす時間に使ってくださいねルッチアは今いないですよね多分ね今日はねバ,バスの中だと思うんだな多分ちょうど広島から東京に向かってるのかなと思うんだけどエンディングははじめちゃんかあきこさんにお願いしたいです。 <laughs> ということで、えー、あのあとそのね大堀公園の真ん中に長い中洲があって道が歩けるようになってるのそこまでがあの北九州あそこは博多福岡天神わかんない,いや地名がよく分かんないんだけど福岡そこまで海だったのでそこに「万葉集」のね歌が書いてあって、えー、そこから遣唐使とかが行ったのかななんか。 その船で出てくのねでお別れするわけ2人、うんね、の人がお別れするあるいは夫婦なのか恋人なのかわかんないけど親子なのかお別れする時の歌でこれからお別れするよでその変化変化歌とその、うん、あなたのことを思うとずっと何て言うんずっと思ってます安全を祈ってますみたいなやり取りの、うん、あれ何年何年か書いてないけど万葉集の頃だから5世紀とか 歴史よく分からないから分かんないけどとにかく1000年以上前の言葉が歌が書いてあるんだけど今それを読んだ私たちが理解できるってことは世界であんまりないんですよ。日本,日本だけかもしれない、まあ、他にもあるかもしれないけどその時の話してた言葉を歌が書いてあって、まあ、和,和歌が書いてあって読んで私、玄さん、ももちゃん、けんちゃんはわかる意味がすごくない 1500年以上前の話いやそこまで海だったでも今埋め立てられたんだねあそこからどんどん埋め立てられて福岡っていう町ができてるんだけど町のど真ん中に大きな池があってね、まあ、池っていう感じじゃないよね湖だよねあれどうしてもね湖があるんだけどケンちゃんに聞いたらあれは人工湖なんでしょ人工の <laughs> 人工のあんなのよく掘ったなと思って。 Mm-hmm. Mm -hmm.